皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。2022年11月14日、日本の淡井圭介より日本のバンドマンの歴史ということで、いろいろと、掲載させていただいていますが、まあ、僕のホームページやブログからアクセスできるような形なので、権利持たれている方の方に、再生回数が増えれば収入が入ると、まあ、そういうふうな形です。で、まあ、今のところディラン・グレイさんたちのバンドまで、まあ、ボーイの時代からいろいろと、アクセスできるようにしてるんですが、他にもドゥアズニーインフィニティさんや、マスケラっていうバンドとか、一時期そのマスケラに関しても良い曲は何曲かあったので、まあ、もう一回テレビで出て歌っていただいたら今の若い人たちにとっては新鮮なんじゃないかということでね、NHK とかの歌番組で、まあ、出ていただいたり、まあ、こちらとしては音楽業界から長い間離れていたのかなどうかなっていうのがあって、そのマスケラさんのボーカルの方だと思うんですけども、もしかしたら僕の方の認識間違いかもしれませんけども、 お笑い芸人の代の字として出ていたんじゃないかなと。それ芸能界でたくさんあるんですよ。音楽業界、例えばファナティック・クライシスの、要潤さんが、まあ、バンドの時は潤だけだったかな、その名前の表記が。もうとにかく皆さんね、本名でフルネームにしといた方がいいですよ。そうじゃなかったらもうみんな覚えきれないですから、売れるためにテレビ出たんでしょ。じゃなかったら、実質的な売り上げなかったら、商業原理的にも、会社での、自分たちの、ポジションとか、地位とか、その辺のお給料とか、結局、響いてきますんでね、売れるためにテレビ目指したんでしょって。だからまあ、そういう部分もあるんでね、行方不明事件が増えてしまうケースにもなっちゃいますんでね、個人情報保護法に関しても、私が1997年ぐらいにフルーツフラワーパークで、神戸市立ホテルフルーツフラワーパークで働き始めてから、2003年ぐらいにね、出来上がったのが個人情報保護法だったと思うんですよ。で、そこからいろんな人探しが難しくなっていて、それは一般人の社会の中でそこまで法に長けてる人間がいて、それ以外の法律を知っていて、会社に情報開示を求めたら開示しなきゃならない、ある程度の人間関係があったらっていうところを分かってない人たちが多すぎて、勝手に窓口の人間は断っちゃうんです。だからもう正直、窓口にいる人間って、電話に出る人間って、もう取締役とか代表取締役とか支配人の人じゃなかったらこれ対応できないんじゃないですかと。もうこれは正直なところであって、で、まあ、ちょっと難しい話になってしまいましたけども、ジャンヌ・ダルクさんとかの世代のところぐらいまでかな、バンプ・オブ・チキンさんぐらいから僕と同じ年齢か年下ぐらいになるんですかね。やっぱり下積み時代、インディーズの下積み時代があって、そこで良い曲を作って、クオリティが認められて、それでメジャーデビューできてるっていうのが正しい図式ですから、まあ他にもルアージュさんとか、しずくさんだったり、メジャーデビューしてるバンドの、CD とか、もうアクセスしてできてるところ、もうほぼ 99% は僕買ってた方なんで、CD とか、アルバムとか、どれだけ音楽業界に君はお金を使ってるんだと、後でよくよく考えたら、ちょっとお金使いすぎたかなとか思ってしまうんですけども、他にもね、ヒステリックブルーさんだとか、もういっぱい買ってました、本当に。ビーズさんとか。今ね、その日本のバンドマンの歴史の中で、二人組のユーズさん、小袋さんとか、ビーズさんとか、まあ、ビーズさんなんかものすごく売れた方ですよ。もう日本を代表するような代表格なんですけども。これどうしよう、二人組のところに日本のバンドマンの歴史の中で、そのキーワードの中でね、扱うべきかどうかで今悩んでいて、作業がちょっとペースがスローダウンしてる部分はあるんですけど、まあただ、11月14日にどれだけ僕がいろんなことを録画して、まあ撮影して、それを YouTube に上げてるのか、その数見たらびっくりしますから、一番に大体載せてます。そこで見てもらったらわかります。僕の一日の動きが。結局この人もこれずっと仕事してるんちゃうかと、休む日いつなんだと、そういうような状況に調べる時間とか、喋ってるだけの時間だけじゃないですからね、調べてる時間とかありますから、
なんかね、ただフルーツ裏パークで働いていて、バーベキューコーナーで後から大卒で入ってきた人で、まあ、株式会社当時名称神戸ワインって言うんですけども、そこの社員として入ってきた人が結局主任に後を継ぐような形で、僕は人材派遣会社でしたから、まあ、その人の家に、まあ、一回遊びに行ったことがあるんですよ。まあ、家から来いよっていうことで。で、まあ、その人の方が、まあ、年上なんですけども、まあ、ただ、職場での、その実績は僕の方が上なんですけども、遊びに行ったら、その人も CD 大量に買ってる方で、もうあっちこっちに飾ってるんですよ。ああ、この人の方が買ってるな、とか思って。だからね、その当時の時代って CD1 枚1000円でアルバムが3000円だったんですよね。だから音楽業界って CD アルバムの売り上げがまだその YouTube とか2005年ぐらいから日本で始まりましたから、まあ、他国でもともとはイギリスで始まったのかアメリカが先だったのか分かんないですけども、まあ元々のアメリカの歴史がイギリスとフランスのその植民地支配が先行していて、南北戦争があってフランス側の勝利ですから、それがアメリカですから、今は国連で世界中まとまってますから、あんまりややこしい解釈しちゃダメですよ。世界中は仲良くしてなかったらとんでもないことになりますから、何を言おうとしてたか今ちょっと忘れてしまったんですけども、とにかくね、昔は売り上げがあったんですよね。で、今は YouTube で無料で、見れる人たちが増えてるから、実際ライブとかテレビの出演とかで稼ぎ出さなかったら、なかなか難しい部分っていうのが今の世代の人たちで、だからそこは僕はうまく、その当時から、僕は二十歳ぐらいの頃からゲーム業界と、ぜひタッグを組んでほしいと、良い作曲とかができる人たち、基本的にその頃 の, ゲーム業界っていうのは歌詞がついてないものが多かったんですよ。今は歌詞がついてるものが多いですけども、まあ、バンプオブチキンさんだったら、テイルズオブファンタジアかな、あのシリーズと基本的にタイアップしていて、タイアップっていうのはまあ組んで、そこで、曲を、一緒に、世に発表すると、まあ、そういう風な形ですね。要するに海外進出ですね。マーケット広がなかったら、やっぱり無料で見れる方たちがこれだけ増えたら、お金の流れがやっぱり変わっちゃうんですよね。だから、例えば YouTube だったら月々1000円払って、そこからの動画の再生回数だったりだとか、まあ、無料で見れる人とかも、やっぱりゲーム業界が売り上げ出てますから、広告がついたりだとか、だからまあ僕絡みのところもと言っていいような形の方たちが多いんですよ。音楽業界もゲーム業界も漫画業界もアニメ業界もって結局そうなってきちゃうんですけども、そこもみんなで連携するしかないですよね。だからスポーツ業界もプロ野球業界も、もうコラボですよと。やっぱり僕も思い出したら、あれ外で野球、まあ、友達同士草野球とかする前にファミコンでベースボールのゲームを先にしたなと、それがきっかけだったなと、そこを思い出したんですよね。だからどちらが先かって言ったら、ゲームが先の、特に今の時代はゲーム業界これだけ発展して、ユーザーの数が増えましたから、ファンの数が、だからそこはうまくコラボして、まあプロ野球関係のゲームだったらもう実名許可出しといて、で、自分たちの取り分、いただいたりとか、テレビの CM 出たりだとか、そこで、まあ、名前覚えてもらえるでしょう。だからプロ野球選手でも、正直ね、一軍の選手だけで、まあ、ベンチの中入れる人24人ほどいらっしゃるでしょう。で、監督コーチの方とかいらっしゃるでしょう。で、今まで活躍されてきた人たちとか、もう僕も年齢今45歳なんですけど、今までの歴史を築いてきた人たちのビッグネームの人たちとかいらっしゃるでしょう。もうそうなってきたら、プロ野球業界だけで、もう何百人ってなるんですよ、本当に。で、そうなってくると、覚えていられるかって言ったら、大体自分のファンの球団の範囲内だったりとかにしてくるんですよ。っていうのは、複数本拠地制度を僕は提案してるんですけども、それしなかったら、他球団の人の名前まで、なかなか覚えられない。で、日本代表まで出てこれた人ぐらいの名前が、なんとか他のプロ野球ファンの人たちが覚えれると。正直、海外のメジャーリーグのこと、みんなわからないでしょ、本当に。
まあ、バーランダー選手とかものすごくピッチャーとして毎年勝ってる人とかだったら分かりますけども、30球団もあったら無理でしょう本当に。あちらはちょうど人口が日本の3倍ぐらいなんですよ。3億何千万人いらっしゃって、アメリカの方たちは。だから30球団で、そのうち一部の球団はカナダの球団なんです本当に。で、向こうにも向こうの歴史があって、まあいろんなところ僕もいろいろ調べなきゃ、どこが優勝するのかうまく均等に持っていけないです。だから僕もあの神がかり的な力を使ってスポーツ業界とか介入してます、実際のところね。それしなかったらスポーツ業界での不平等とか力の差配とか一般人も巻き込まれちゃってるんです。だから取るもの取られてますし、頭の中とか腕の力、体の力、筋肉、足に力が入らないだとか、いろんな現象が発生してます。だからそういった部分があるので、優勝順繰り順繰りで回し上げなかったら、結局、プロ野球業界としてファンをたくさん確保するのに失敗するでしょっていう話になってくるんですよ。結局そういうことなんです。だから、あんまり世界中を飛び回られても困るから、だからもともとオリンピックというものは4年に1回っていう形にしてたんですよ。石油の残存量問題とかありますから。だからそこの辺のところをうまく解決できるのが、河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電と太陽光パネルを設置できるだけ設置、とにかく設置すると。あんまり発電の効率云々とかも、まあ最初は先行してその辺のところ考えて設置していくんですけども、その後は、もうとにかく置けるところを置いていくみたいな形になります。で、とにかくエネルギーの確保できなかったら何にも成り立ちませんから。せっかく自動で高は厚さ1ミリから3ミリの太陽光パネルの生産に何をビビってるんですかと。そんなこと先進諸国だったらどこの国だって余裕でできますよ。ほとんど自動でこう、機械は作ってくれるんですから。あとは原材料を運んでくるぐらいですよ、ほとんど。あとは設置に、人手がいると。まあ、そこは国防で、とび職の人たちだとか、日本だったら自衛官の人たちの、若手のしっかり体鍛えている人たち、その方が作業早いですから。で、あとは、電力業界の人たちが、家の、電気設備と、コンセントというか、まあ、電線つなげるかどうか、もしくは電柱の方の、線とつなげるかのどちらかなんですよ。だから入出力の問題とか、まあ、だから普通に電気使う人たちは今まで通り普通に使ってりゃいいんですよ。そしたらコストダウンが図れるから、結局安くで電力料金が安くでキープできるでしょっていうことになるんですよ。こんなに賢いことになぜ気づかないと、どこで話がおかしくなってるんだと、私から言わせたらそういうことになっちゃうんですけども、まあそういうことをね、進めていて、で、そこは音楽業界も協力していただきたい。まあ冬場とか夏場は、まあまあ夏場だったら正直夜だったら、夜にコンサートできるでしょ。で、それは場所によって限られてくると、あんまり遅い時間、されるとそこはちょっといろいろ問題が発生してしまう。夜遅くに騒いで歩いてる人間が増えてしまうと、やっぱりみんな迷惑被りますから、迷惑防止条例違反等々いろいろあります。で、冬場とか、その間にコンサートとかライブ開かないで曲作っておくとか、歌詞作っておくとか、いろいろ情報を集めておくとか、他の皆さんのところと、もう人脈とかパイプ作っておいてお互いに協力するとかね、まあ、そういう風な動きにしてもらって、本当はねソニーとかと、まあ、あとは ABEX とか大きな名前の通ってる会社あるでしょ。そこにもうみんなくっついていけばいいんですよ。そうしたら正社員化しやすいですから。結局正社員化して、で、大きな売り上げが上げれた時は、ボーナスが年間の、月の給料の、まあ、7ヶ月分ぐらいもらったりとか、公務員の人で、まあ大体5ヶ月分ぐらいですから、で、公務員の人はお金かけてなくても退職金出るんですけども、大きな売り上げが出て貯蓄ができてるところに関しては、自分たちで退職金かけなくてもね、ちゃんと会社の方で支払ってあげてくださいって、これはゲーム業界の方とか協力してくれてます。で、大物業界とかもそこに食らいついていくというか、一緒に、まあ、くっついていくことによってね。で、あとは、うまく世代交代して、先の先輩、今まで曲を作ってきて、すごいスキルを、いろんなことを身につけた人たちが、若手の人たちにね、曲を提供してあげる。このシステムがなかったら、アイドルばっかりの世界、絶対無理です。曲を作れない人たち多いですから、一部の人たちがちょっと歌詞書いたりするんですけども、どうなるか大体もう予想つくんです。長い間アイドル活動していて、踊ったりするでしょ。そしたら振り付け覚えなきゃなんないでしょ。動く動作。それプラス歌詞覚えなきゃなんないでしょ。
曲が30曲も40曲も50曲もなってきたら、どうせ歌うとき間違えますから歌詞。本当に現場でライブのときとか、覚えておかない曲とかの数が多すぎて対処できなくなるようになってきますから、だからある程度の部分で退いて曲作りに参加してあげたり、若い人たちの。だからこういうふうな周りになってくるんです。だからアイドルの人たちが増えすぎたら、もう、曲と歌詞のクオリティ絶対下がってきちゃうんです。だからバンドマンたちがある程度世に出てきて引っ張っていってあげなきゃならないんです。だから AKB グループとか坂グループで曲どう作れると、あの楽器演奏できるかと、そういう人たちで一回ちょっと作ってみてと、あの作ってもらって、 AKB とかあのアルバムとか後から僕聞いた方なんですけど、びっくりしました。シングル以外の曲、正直プロのレベルじゃありませんでした。なんとかマーケティングでどうにかしていた方です。で、そこをなんとか、まあ、元バンドマンの人たちとあの協力を仰いでね、あの、良い曲とか提供してもらわなかったら無理ですよ。していることに。あとはまあ、タイアップ先ですけれども、まあ、ゲーム業界、とアニメ業界ですね。アニメ業界も世界に名前通ってますから、そこだったら世界に向けて販売できるルートが確保できますから、そういうことです。皆さんのウィンウィンの関係気づいていかなかったら、私の肝心要の河川専門家へしきたまはずで、皆さんがお金出してくれなかったら多分無理です、本当に。僕だけでお金かき集めたところで、権利物なんて 2.5% しかありませんから、本当に 2.5% 出てくるかって言ったら、ハリウッド関係に関しては大筋のところでシナリオまで、こちらが提案した内容に関しては 2.5% 求めれるでしょうけども、そうじゃないところなんて金一封で終わりです、本当に。だから、そんなもんですよ、基準としては。だからもうテレビ局も今回の裁判を機に結局あのお金の支払いっていうのはあのスポーツ業界もテレビ局等々も支払いができてなかったでしょ。結局それを理由にして僕はもうテレビ局を合併させていく方針です。で、それをしなかったら少子化の時代を乗り切れない。結局あの良いクオリティのある番組を作らなかったら海外へ売れないでしょう。買い手が買ってくれませんから。そうじゃなかったら無理だから、クオリティが下がってしまうと。だから、質の高い作品を作ろうと思ったら人手がいるでしょ。売上げ上がるでしょ。だからたくさん雇用できるでしょ。結局こういう話なんです。そこ理解してくださいってそういうことなんです。短く言うと。で、法改正も、あの、国会議員の人たちに頑張ってもらって、いらない法律どんどん削除してもらって、で、六法全書とかで法律削除本作ってもらいます。その方向で僕は動きます。できるかどうかはわかりません。そこは約束はできる範囲じゃありません。できるかどうかわかんないけども、そこ向かって僕は突き進んでいきます。以上です。皆さんご清聴ありがとうございました。これからもご支援ご指導のほど、ご協力のほどよろしくお願いします。ご指導っていうのは、国会議員レベルの人ですよ。内閣レベルまで上がってきた人たちじゃなかったら無理です。逆に僕は国会議員の人たちを注意したり、裁判所の人を注意したりしてる方です。本当に。これが世の中の現実です。だから、一民間人の中で法律に長けてる人間がいなかったら、絶対にこの社会、正しい方向になんか行かないです。つながりができちゃって、指摘ができなくなるから人間関係で仲良くなっちゃって、指摘しにくくなるんですよ。そこ間違えてますよって言い出しにくくなる。仕事場とかで働いてみたら分かります。上に上司に疲れたらその人に注意なんかなかなかできません。これが会社に入ってしまった人間の実態だから、民間のなぜガンダムの世界がホワイトベースが独立部隊だったかって分かるでしょ。自由にある程度動けるような人間にならなかったら、法に長けていて自分で自分の身を守れる人間にならなかったら、そうじゃなかったら無理なんですよ、この世の中本当に。で、僕みたいな人間は稀なんです。世界中の政府上層部で名前を覚えてもらって、この間の胡錦涛さんが、辞められた時にニュースの放送の仕方間違えてます。僕はね、心の声とか頭の中で、どうぞご自分の時間を大事にしてくださいって伝えたんです。で、胡錦涛さんは日本語で返答していただいてると思うんですよ。口の動きとでも多分日本語だと思います。そうするわって言って退席されてるんです。じゃなかったら、無謀社会になるでしょ。いくらお金もらったところで、あんなに法律と向き合うような国会議員という、特に首脳といういろんな問題と向き合わない立場、向き合わなければならない立場の人たちって、結局仕事終わりました。タイムカードで終わりってなりました。だけども、仕事のことで頭の中いっぱいですよ。だって失敗したら自分が韓国の大統領なんかもう何人も手錠かけられてるでしょ。もうあんな状態になったらもうみんな大統領になんかなりたくない、逃げ出したくなりますよ、本当に。
だからこれが社会の現実ですから、だからあんまり上の方の人も責めちゃダメだし、ある程度裁判の中には和解っていう部分もあるし、僕としてもある程度の部分で譲れない部分もあります。だからその辺のところはある程度話すり合わせていかなかったら、だからお金ないところには僕はお金求めません。だからダービースタリオンマスターズっていうゲームに関しても、あれももう日本国内でしか通用しないゲームですから、だからあんまり売り上げ上がらないし、長年残しといてあげなかったら、途中までお金払った人たちが、今までこんなにお金払ってきたのに、このゲームなくなっちゃうのかって、やっぱり残念な部分出てきちゃいますから、だからもうダービースタリオンマスターズに関してはもうお金いいですって言ってます。ゲーム内のその課金するようなお金、たかだか一万ちょっとぐらいの程度でもうそれぐらいでいいですよって言ってます。だけど売り上げ上がってるところは別ですよ。そこが売り上げ上がってるところがお金何らかの活躍で出してもらえなかったら、もう僕の人生もうめちゃくちゃですから、厚生年金も本当にトータルで1年分かけれてないんですよ。もうこんな人生もう無理です本当に。だからとにかく皆さんご協力のほどよろしくお願いします。多分裁判所に多くの経営者の方たちが呼び出されると思います。びっくりするぐらいの数ので、どこは間違っていたか、今後どうしていくのが一番賢いのか、どうすれば世界に対して売り上げしっかり出せるのか、まず日本国内で協力して、それから任天堂ステーションプラスでできれば一気にテンセントと組んで、中国のあのテンセントさんと組んで、マイクロソフトの Xbox さんと組んで、そこへもう僕も海外フランスとかイギリスでテレビゲームを作ってるゲームのメーカーさんよくわかんないんですよ。もうそこまで広がりすぎると。だからまあいろんなところがもうプラットフォーム一体化して、お互い取り分ある程度認めて、お金の周りの部分でね、認めて一本化しなかったら、ゴミの体積減らせないから、結局資源の残存量問題ありますから、そこもみんなで協力しなきゃなんないんです。だからその辺の部分もある程度は音楽業界の人たちを覚えておいてくださいっていう話になるんです。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。早く終わらなきゃなんないなと思って、この収録を、聞く方も持ちこたえられなくなるでしょうから、話が長すぎると。皆さんご協力のほど、よろしくお願いします。以上です。